皆さんこんにちは。本日より、ドライバ2倍が来ます。期間は8月の12日でイリーまでなので、6日間という絶妙な期間の開催ですね。ちなみに、どこを回すかについて先に言うと、使い回しのしやすいセット、あるいはメイン1機だけで揃えて終わりを回すのが、満足度は高いかなと思います。では、似たようなイベントがスターレール、原神の復帰キャンペーンであるけど、明確な違いとして、コーヒーバフに内包されるという部分です。ですので、コーヒーを飲まないと2倍にならないので、この部分は注意しましょう。一応定期相当のドライバ2倍の回数は2回までとなります。ですので、期間中12回まで2倍になるという感じですね。一応、除剤の2倍もあります。除剤はドライバ経験値素材のことですね。温度浮きで金色が取れない場合は、除剤を取るのも候補だと思います。ランク35が一つの目安になるかなと思いますね。また、スターレールみたいにランク経験値、インターノットレベルの経験値は2倍になっていません。ですので、普通のコーヒーと同じ扱いで、素材だけに反映されるみたいですね。一応個人的な指標です。まず、インターノット35までは除剤優先が無難ですね。将来的に経験値で使うので、きっちり2倍なら今のうちに集めるのが無難です。そして、インターノット35から44の場合、S ランクが1枚落ちます。期待値とかはさすがに、1ドロップが高そうなんですが。まあ2倍水準で考えればインターノット45と同等以上なので、45から厳選をしたいって思っている人は2倍分消化は実質同じ。あとは一応番号ごとのメインステータスです。1から3番はメインステータス固定です。4番から6番がランダムですね。ただ、大体アタッカーは攻撃力、会心、ダメージバフ。サポーターはエネルギー回復と現状なら攻撃力重視。あとは異常系は異常掌握と異常マスタリーですね。基本はある程度、定番化されていると思います。貫通率メインについてですが、ボス戦を優先するなら選択肢に入ってきます。防御ダウンがある場合は、ダメージバフを取る方が比較的恩恵は高くなりますね。防御ダウンと貫通率は掛け算で計算に影響してくるので、シンプルに防御ダウンと貫通両方盛ると効率が悪いです。一方で、貫通に貫通を盛ると、貫通の相性がいいので、どちらも防御無視系統ではあるんですが、片方に寄せる方が比較的コスパとしては高くなりやすいですね。例えば2個を採用する場合は貫通率メインは避けた方がいいことが多いですね。あとは余談として、サブステータスは、原神やスターレールとは違い、完全に固定値っぽいです。ですので、サブステータスのダブルアップや初期値は当たり外れがないみたいです。それでは、各ドライバーとおすすめキャラですね。まず、エーテルセットというか、属性セットについては、基本的にはその属性のアタッカーにしか適性がないので、アカウントに依存するところが大きいですね。そして、エネルギーセットですが、こちらは2セットでエネルギー自動回復、4セットで、連携スキルあるいは集結で全体ダメージバフ。これは、どちらかといえばシナジーがない時のサポート枠でしょうか。2セット自体は汎用性高いのですが、4セットは支援キャラは状態異常セットの選択肢もあるので、好みの問題でしょうかね。4セットフルにつけるのは、撃破キャラ入れる前提とかで、一属性編成とかするなら減る可能性も。あとは最低限サポーターにつける場合はメイン一機のみで育成優先度を下げることもできるので。エーテルがいらないならドライバーガチャの方で堅実にメイン一機だけ集めていくのも手かなと思います。ってことで、ここをやるかはエーテルがいるかどうか。あるいは CD ショップで調律をしない場合とかの候補ですかね。所詮2倍でできる回数は12回だけなので。メイン一機揃えて終わりのやつを今やる方が結果的には進展はあるかもしれません。続いて、物理セットと攻撃力セットですね。攻撃力セットは、4セット効果は出場時、戦闘突入時。攻撃力アップ、これは原神やスターレールとは違い。その時点での攻撃力にかかるので、原神やスターレールとは違って価値が高いですね。で、メインアタッカータイプは基本的に攻撃力4セットを採用可能です。攻撃力3勝である限りは、攻撃セットを揃えて使い回すのが特に序盤はいいと思います。実際、専用セットと比較しても遜色ないことが多いです。各属性セットはほとんど対応する状態異常も発生させる必要があるので、無条件バフみたいなのものなので、使い回し重視ならかなりおすすめですね。なんなら物理キャラも編成によっては強撃を頻繁には行わないので、攻撃セットの方が優先度高いことがあります。ただ、両方同時に掘れるので、まあ、物理キャラは先に揃った方を優先してもいいかもしれません。物理強行組はここで完結しますね。続いて、衝撃と電気セットです。衝撃力はブレイク値に関係してくるので、基本は撃破キャラクターがつけます。最低限衝撃力さえあれば撃破キャラは仕事してくれるんですが、
ボスとか精鋭とかだと、出場時間も長いので。できれば、会心率厳選とかもしたい。ただ、ブレイクさえできれば仕事は完遂できるので。また、採用する場合は出場時間がほぼ長くなるので。衝撃力以外のステータスを捨てて、HP や防御メインで固めてしまうのも選択肢です。ですので特に操作に自信がない人ほど、衝撃力メインと、耐久だけでいいので、メイン一致揃えればほぼ終わりだと思います。あとは防御や HP メインつけるのであれば他の2セットも選びやすいと思います。あるだけで価値が高いタイプかな。一応弁や双角、やろうと思えばパイパーとかも。まあ、衝撃セットをつけてもいいのかなとは思いますが、主流ではないです。そして電気セットはそのままアタッカー向けです。グレイスと安藤が候補ですね。リナは結構正統派支援系なので、以上マスタリーの4セットをつけて補佐することが多いですね。そして、防御セットと会心セット。まずは防御セット。弁が一応使えますが、という感じですね。だいたい4セットは異常マスタリセットを選択することが多い気はします。ですので、使っても2セットくらいでしょうか。一応防護キャラのセスが適正あるかもしれません。そして、会心セットは2セットで会心率。4セットで。通常、回避反撃、強化スキル。これらが命中して会心が出た時攻撃力アップ。この攻撃力も戦闘突入後の攻撃力にバフがかかるので、攻撃力4セット同様、かなり高いバフ効果です。2セットも4セットもどちらも汎用性的にもかなり強いんですが、残念ながら相方が狙ったかのようにかなりゴミですね。最低限属性セットだったら、とか思うんですが、これはあえて相方微妙にしたんでしょうね。続いて、炎と貫通セットです。炎セットは炎キャラにもちろん相性がいいのです。ただ、熱傷の安定が少し難しいので、炎染めとかではない限り、一属性別の属性を入れる場合11号は攻撃力4セットや会心4セットの方が選択肢としては安定かな。ただ、敵によるので炎4でもいいと思います。最低限相方は一応汎用性はないことはないです。ただし貫通4は集結スキル使用後に自身の攻撃力アップなので、集結打てない状況だとかなり弱いですね。ですので、だいぶ状況を選ぶ選択肢。2セットは貫通率依存のあるリナに適性があります。衝撃セットは最低限主演とかはボス相手なら使いこなせるかも、くらいかな。炎のついでに強いやつができたら使い回しは可能です。ただ、攻撃力セット、会心セットほど万能ではないですね。続いて、マスタリー4セットと、氷セットです。氷セットから、そのままエレンや貫突双角でアタッカーする場合です。属性セットなので、これくらいしかないですね。そして、異常セットですが、結構編成によりけりです。基本は異常キャラ、状態異常軸で戦う場合は必須クラスです。また、状況によっては支援キャラクターが異常セットを採用します。異常蓄積耐性をダウンできるので、状態異常を重視するのであれば、エネルギーセットよりも優先可能です。このあたりは意見が割れやすいと思います。特に属性の4セットを使うとどうしても敵が異常になる必要もあるので、これは好み次第ですかね。どちらにせよ、異常4エネルギー2とかになることも多いので、エネルギーセットと異常セットがサポーターは無難セットですね。ということで、いかがだったでしょうか。どこを回るか、というのは結構手持ちと相談ですね。メインアタッカーに絞って育成をするのであれば、そのアタッカーに対応するセットがおすすめです。一方で、先に基盤を揃えたいとかなら、メイン一致を2倍期間中にひたすら集めるのもいいと思います。サポーターは一旦揃って終わりってしやすいので、まんべんなく集める、2倍中に全体準備したい、とかであれば厳選要求値が低いセットを、集めて回るのがいいと思います。結局メインアタッカー厳選が一番時間はかかるでしょう。ということで、ドライバ2倍についての動画でした。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。